かな、今日で4日目で、深夜マイクが4日目になってきたんだけど、100万人突破するまで毎日やりたいなと思ってるのでよろしくお願いします。てことで早速やっていこう。よいしょ。はーちゃま、はーちゃまちゃま、はーちゃまちゃま、はーちゃまちゃま、それ社長さんからのメッセージ。あ、そうなの？そうなんだよね。なんだ、社長さんからのメッセージかなんて書いてあるんだか、どういう意味なんだろう。なんかね、ハーチャマ建設の社長さんが、あ、そうだ、挨拶した。おはるーず、みんなに挨拶したか。ハーチャマ建設の社長さんが、はーちゃまっていう、社長さんなんだけど、まだね、はーちゃま社長とね、会ったことないんだけど、あ、そっか、だから名前にちなんで、なんかメッセージ、なんかの暗号なのかな？解読？解読、はーちゃま、ちゃま、はーちゃまちゃま。あ、これ以上、見たらいけない気がする。ここから登る感じにするか。ここから登るって感じにしよう。そしたら、これ螺旋階段登りにくいかな。ちょっとロマンがあって好きなんだけど、螺旋階段にしていこっか。螺旋階段はね、割とね、作りにくいんだよね。おいしょ。ここにあるのすごい変だな。あ、そっか、ここから。こういう感じで。お？おしゃれな感じにはしたいんだけどね。返信来てる？かなたんから。おはるーず。おはるーじゅ？おはるーじゅ？おはるーじゅ？誰ですか？誰ですか？かなたちゃん。こんるーじゅ。かなたちゃん、こんるーじゅ。乗っ取られてる。はっ、なんで知ってるんだろう。最近そうなの。最近乗っ取誰かに乗っ取られてたんだよね。でも今は大丈夫だよ。返信来てる。かなたちゃんと喋るの久しぶりかもしれない。やいだくん、今おかしい、乗っ取られてますよ。今？え？今乗っ取られてる？
なんかこう、いつの間に配信が始まってたり、なんかね、アイコンも変わっちゃったりね、あとね、名前もね、変わっちゃったりしたんだけど、でもね、今はね、大丈夫だよ。かなたちゃんジョークかな。かなたちゃんとあんまり喋ったことないけど、結構ジョーク有効かもしれない。かなたちゃん最近狂ってゴリラって言われるようになったから。え、そうなの？意外なんだけど。よいしょ。かなたちゃんすごい天使で、おとなしい子なのに。うん。握力50キロのゴリラ。あ、そうなの？あれ？かなたちゃんって天使じゃなくてゴリラだったの？よいしょ。すいません。変なこと言っちゃいました。なんでもないです。